こんにちは、オーシャン東京原宿店長の島崎です。こんにちは、オーシャン東京原宿アシスタント日高裕太です。はい、今日はセットします。日高君をセットします。お願いします。はい、久しぶりですね、人をセットするのは。お待たせしました。随分お待たせしました。待ってた人も待ってなかった人も見てください。この間ね、三島さんの方で上げてた太田君と日高君の動画がとっても面白いので皆さん見てください。ぜひ見てください。とっても面白いです。三島さんもね、はい、爆笑してました。はい、僕が全て考えました。頑張れな。僕が台本書いて、はい、よし、今日はね、ちょっと横向いて、はい、日高君、結構襟足が残ってるマッシュのラインのね、まあ、太田君の真似をしてる髪型なんですけど、いや、真似しないです。こちらのセットをします。やるよ。お願いします。説明はね、ほどほどにやりますよ。じゃあ、襟足からやろうか。これちょっと近づきたまえ。長いんで、耳の上からね。アイロンの温度は100度傷んでるから。お気遣いありがとうございます。耳の後ろのこの襟足がね、結構長いです。はい、でもですね、こうランダムに結構入れてください。もう一通り大丈夫です。でね、なんかオーシャン東京はウルフが強制だろうかみたいなコメントがよく来るんですけど、強制ではありません。かっこいいからやってます。はい。マッシュの人もいます。はい。まず内外見えますかね。こんな感じでね、内外に入れます。で、こうウルフの時に大事なのが、この1戦目の襟足の後ろね、もう2戦目のやつで奥行きをちゃんと作るっていうのが大切です。1戦目の内外とは逆に内外を作るよね。そうしないとね、襟足せっかく動かしたのに動きがこう、なんだろう、薄くなっちゃうので、そこだけ気をつけてしっかり入れてあげると良き丸です。長く残したらね、マッシュルフとかもっともっと短めのマッシュルフとかだと、そんなに内外できないパターンもあるので、まあ、外跳ねだけでもいいし、まあ、ちょっといろいろやってみてください。前髪ですね。前髪はちょっと眉毛切りぐらいのところに設定したので、今回ダッカル使います。ダッカル使いまして、バンシーン止めます。バングとその上を分けてください。とりあえず1センチぐらいですね、分けます。で、ちょっと近づいてます。で、ちょっとラフに動かしたいので、ちょっとアップステムで毛先だけ跳ねさせます。 J に跳ねさせる、 J カールを毛先だけにつけるようなイメージで跳ねさせてください。はい、 OK です。戻ってください。軽くアップステム気味で入れることで、降りた時にこうズレ感と、跳ねさせることによって、つけて散らせる時によびよりね、散ります。あとはイメージ的に前髪の切り上からこの羽の J カールと一線上は大きい位置を置き、でここでポイント、羽刺したのと毛先を逆に内向きで入れてください。そうするとね、よりランダムになります。この羽刺した J で羽刺したところと内巻きのところは逆にフォワードリバースみたいな感じでやっていくとより良いです。で、その手先のある位置を少しずつ変えてあげると、よりランダムな感じになると思います。こんな感じですね。こっちはもうさっきと一緒です。
宮崎くんは宮崎県出身だよね。そうです、宮崎の星になるんだよね。そうです、宮崎の星。最近島崎さんチームにあのイーボシっていう宮崎のやつがまた入ってきたんでちょっとね嫌なんですよ宮崎、なんか宮崎の出身の人が僕しかいないっていうなんかちょっと特別感があったんですけど、未知ねよしよいしょ後ろ後頭部ね、ひだがめっちゃ潰れてるので後頭部しっかり内巻き、タップしてみて。後頭部潰れてる人は日本人めっちゃ多いと思うのでそこしっかり内巻きに全部入れてあげてください。でもしっかりね、ボリュームが出るようにね。使い方の説明の動画をこの間日高君と太田君が上げた動画に書いてありますのでそちらを参照にしてください。はい、ぜひ。すごく分かりやすく真面目な動画となっておりますのでマックスはそうですね、毎回同じなんですけど中間から毛先にねしっかり揉み込んでください。で、前髪もランダムにしたいスタイリングの時は前髪もまあ注意しながらなんですけど中間から毛先にちゃんとなじませてください。で、やっぱこういうね結構全体を動かしてしっかりランダムにっていうスタイルの時に前髪攻められない人がいるんですよ。そういう人は結構こう質感のムラとか束感のムラになってかっこよくないです。なのでそういう時勇気を持ってしっかりつけてください。わかりましたか日高くん。えい、一歩踏み出そう。その勇気が明日へつながる。面白くないですね面白くないですねつむじから放射状、放射状っすよに振り下ろします。ここもガンガンちゃんと振り下ろしてください。放射状意識で、あのこれは徳永さんの動画でもねよく言ってるけどね、あの猫のやつでやるようなイメージですね。はい、ちょっと詰め立てた方がいいかもしれないですね。徳永さん重要だと。そう、猫が爪立ててる、ね、この辺にね猫を出すらしいんですけど徳永さんが、はい、面白くないですね。どうする。いや徳永さんね本編に行っちゃってね。そうですね、はい、なんかこう最近頑張って面白いことをしようとしてるらしいんですけど。そうですか、はい、なかなかできないって言ってました、はい、だからね本編に行った際はね徳永さんの指名でなんか面白いことしてくださいって言ってくれるとあの頑張ってねしてくれるはずなのでね。そうだよね、ひだくん。そうですね、結構あのモノマネも得意なんで。そうだね、徳永さん、モノマネも得意、モノボケとか得意なんでね。得意です。ぜひね、やってみてください。今頑張ってる、勉強してるって言ってました、色モネやみたいな。あ、昔の YouTube で、ガチの YouTube で、ね、やっぱり原宿でもねやっぱモノマネ芸人が何人もいるのでね。そうですね、はい、萩原各チームに何人かいるんですね、モノマネ芸人が。はい、島崎さんチームにはね、新しく加入したいい星優雅くんっていう人がねモノマネ芸人としてね、働かせていただいてるんですけどね。ダンスもできます。ダンスもできますね。はい、とね、似てるキャラクターで表現すると、まあ、ワンピースに出てくる魚人族の弱いやつ見てますね似てる、うん、弱いやつ弱い魚人族。あとはんぺんにも似てます。似てる、
で、大悟さんチームね、本店から来た渡辺大悟さんチームにはね、萩原ゆきくんっていうね、ものまね芸人います。はい、その人は何のものまねですけど、なんか北朝鮮語とイタリア語が喋れます。すごいな。国際派な、グローバルな、ね、インターナショナルだね。インターナショナルなモノマネ芸人。ついでに福山雅治もできます。で、この人も踊れますよね。そうですね、踊れます。踊れますよ。で、最後残された大平卓郎さんチームのモノマネ芸人の日高くんですね。あ、まあ、僕そうですね。一番得意なモノマネなんだ。マスオさんです。あ、マスオさんですか。はい、それは本当のサザエさんとか。いや、違います。YouTuber の、はい、あ、そう、似てるって言われる。あ、そう、はい、あとは、はい、あと徳永さんのモノマネもできるんで、はい、まあ、ちょっと原宿店に来てる徳永さんのファンの方の方たちは僕に言ってくれればぜひやりますので。はい、 OK。はい、そんなこんなんでね、しっかり馴染ませて紅茶状に振り下ろして、で、毛先を整えよう。もうフロントに関してはもう前髪が割れることをね、恐れてはいけません。なんかこう、その振り下ろした状態から整えようとすると、なんかこう、いつもと同じようなスタイリングになってしまうので、振り下ろして散った状態で、むしろそのまま OK です。ちょっと前髪見せてあげてよ。うわぁ、そう、このね、この散ってる状態が逆にいいっす。 OK。 で、右足も、前から見て外跳ね、内巻き、外跳ね、外跳ね、外跳ね、で、後ろに外跳ね、内巻き、外跳ね、外跳ね、みたいな感じでやってください。完成しました。はい、ちょっと近づいてみます。はい、前髪すごいランダムに動いて、くしゃっと感じして、で、後ろちょっと斜めですね。はい、襟足見せて。はい、そうですね、襟足こんな感じで、横向いてもで、ボリュームで調整えながら、こんな感じです。はい、完成形のちゃんとした写真はね、この後で出すので、見てください。はい、はい、こんな感じです。いかがでしょうか。いつもとは少し違った、まあ、収録のスタイリングをやらせていただきました。はい、まあ、途中で、雑談などさせていただいたので、ちょっと説明が足りないところなどございますが、まあ、見ながらね、参考にしてやってみてください。はい、ではまたお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。